はい、どもねです。今回ですね、こちらの天上決戦超スゴフェス目指すべき世界編ということで、まあ、ついにね、第3弾ということでね、来るということで、まあ、明日ですかね。うん。まあ、来るということで、まあ、情報の方が出ていましたので、まあ、今回もね、おすすめの弾っていうのを紹介していこうかなと思っているんですけど、まあ、ちょっとね、今回に関してはいろいろ言いたいことがありまして、まあ、ちょっと聞こうと思っている方は最後まで、聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、おすすめの弾紹介する前にちょっとだけ話したいことなんですけど、まあ、こちらのすごいやつがね、新キャラで来ているんですけど、まあ、オロチと、まあ、このキャラが来ているんですけど、まあね、意外と優秀かなと思ったので、まあ、ぜひともゲットしといてもいいんじゃないかなっていう、まあ、なんといってもね、このワスロット変換できるっていうのが、まあ、非常にありがたい効果になってまして、まだね、ワスロット変換、まあ、できるキャラっていうのは増えてきてはいるんですけど、まあ、超すごいやつであったりだとか、っていうのが多いんですよね。うん。まあ、そんで、やっぱりこういう超すごいやつじゃなく、ワスロット変換できるキャラっていうのは、まあ、多少少ないと思いますので、まあ、そういう点では結構ありかなっていうところで。で、あと、属性相性強化とか 2.5 倍にできますし、で、野心とか強靭のポイントスロット提供 1.25 倍にできるということで、まぁ、ちょっとね、他の戦意でギミックとか剥がしたいよってなった時に結構便利かなっていうところですね。最大限に火力を出せるっていうところでは。で、こちらのキャラも同じく、隣接するスロットワスロット変換できますので、やはりこのワスロット変換できるっていうのは貴重ですし、で、あとはまあ一定以上ダメージ軽減、攻撃弾を5ターン剥がせるということで、意外とね、いろんなギミック剥がせるっていう点で、うん。まあ悪くないんじゃないかなっていう。まあチェーンケース傘もついてますし。まあもっと言って損はないんじゃないかなと思いますので、ぜひとも当たったらね、使ってみてください。はい、ということでまずは第1弾の方を見ていこうかなと思っているんですけど、まあこちらはそうですね。まあカイドウ、そして勘十郎、どちらとも狙えるっていうのが一ついい点っていうのと、なんといっても絆決戦超スゴフェス、絆決戦スゴフェスの限定キャラっていうのが全て手に入るっていうのがね、まあやはり魅力的かなと。うん。まあ、やっぱりこの絆決戦のキャラ全員出るっていう、まあ、ラインナップされているっていうガチャが、まあ、普段はないんですよね。うん。で、やはりこういう超スゴフェスとかと絆決戦がうまいこと噛み合わさった時にこういう感じで、全、絆決戦キャラっていうのが出てくるっていう、まあ、ところで、まあ、トレバも同様なんですけど、まあ、やはりそういうところがね、結構、まあ、貴重かなっていうところで、まあ、絆決戦限定のキャラあまり持ってないよって方はここが狙い目なんじゃないかなと。まあ、自分も全然持ってないね、絆決戦、限定キャラっていうのは。多分ペロスペロのみですね、自分は。トレマは意外と持ってるんですけど、絆決戦はなかなか持っていないので、まあ、個人的には自分的にも狙い目かなと。で、なおかつやはり超スゴフェス限定のキャラっていうのも全てラインナップされているっていうのもやはりでかいところかなと。まあその分確率、まあ1対1点の確率っていうのは下がっているとは思うんですけど、まあでもやはりこういうところで、いろんなキャラゲットできるっていうのは、まあありなところかなとは思ってます。うん。で、まあ今回から遺像もこれ今回追加されているということで、まあ遺像欲しい方は狙い目ですし、で、まあ、レイジュとドレイクに関しましては確率アップしてますので、まあ、ここら辺の2体持ってないよと、まあ、ピンポイントの持ってないよって方も狙い目ですし、うん。まあ、悪くないんじゃないかなっていうところで、で、まあ、普通にすごいやつの確率アップ対象のキャラっていうのも、ロビン&コアラとかも優秀ですし、まあ、イゾーも優秀ですし、まあ、クイーンとか、ベメク&ラッキールーとか、まあ、ウルティ&ページ1とかね、まあ、ここら辺も結構優秀ですし、まあ、悪くないんじゃないかなっていうところで。うん。まあ、第1弾。まあ、リセマラは結構ありですね。第1弾も。まあ、でもね、今リセマラするのはやはりギアフィプス欲しいっていう方多いと思うので、まあ、第1弾をリセマラするのがいいと思うんですけど、まあ、絆決戦限定のキャラであったりだとか、まあ、あとはこういうね、まあ、カイドウとか、勘次郎狙いの方とかね、っていう方は全然ありなんじゃないかなと、第1弾も。まあ、ですが、一つだけ注意点なんですけど、個人的には今回ね、第1弾は引きすぎないように注意してくださいというところで。まあ、その、一応天井はないんですけど、第1弾、毎回。ないんですけど、まあ、その、天井の代わりにね、厳選した超スゴフェス限定ののみだけの、まあ、枠っていうのがあるんですけど、その枠がこの4体なんですよね。うん。まあ、この4体だとちょっと引く価値あまりないかなっていう。まあ、カイドウが欲しいのであれば第2弾引くべきですし、
で、カイドウを減らないと考えると、ゾロ、ルフィ、ヤマタンのエースじゃないですか。まあ、ヤマタンのエースはいいんですけど、まあ、ゾロとかルフィを、この、ね、確定でゲットできないのにもかかわらず、ゲットしに行くのかっていうのがちょっと、不満な点かなと。まあ、ここでラインナップさせるならできればナミであったりだとか、まあ、ヤマト VS カイドウであったり、まあ、ウタとかね。まあ、ルフィ&ヤマトもでもいいですし、まあ、サンジとかの方がゾロよりは使いやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、そこら辺がラインナップされてたら一番嬉しかったんですけど、まあ、ちょっとラインナップがね、微妙ということって、まあ、もしね、カイドウが欲しいのであれば第2弾引いてほしいですし、まあ、なんであんまり引きすぎ注意ということって、まあ、石あまり持ってないですよと、まあ、天井まで引けないですよっていう方は第1弾結構おすすめなんじゃないかなと思ってます。はい、ということで続いてはこちら第2弾ですね。まあ、こちらに関してはやはりカイドウを狙ってる方、もうとりあえずカイドウオンリーでゲットしたい方は、まあ、やはり第2弾かなと。まあ、天井もあることですし、とりあえず300連引けば、カイドウは確定でゲットできますので、まあ、ここは個人的には一番、まあ、カイドウを狙ってるのであればありかなと思ってます。で、まあ、ラインナップされてるキャラっていうのもヤマト&エースであったりロビン、まあ、ここら辺は上級者向けですね。まあ、ロビンとかは上級者向けですし、まあ、上級者といいますか、 ある程度トレクルをやってる方向けの、まあ、ものですし、まあ、ヤマト&エースに関しましては初心者とかがおすすめかなっていう。まあ、キットは結構マニアックですよね。まあ、今後長身が来るのであれば全然ゲットしといてもいいですし、まあ、今のところルフィは来ていますので、このね、流れでキッドとかローとかも超進化来るんじゃないかなと思いますので、まあ、持っといてありかなとは思ってます。で、絆決戦限定キャラでピックアップされている、まあ、この3体なんですけど、まあまあまあありですよね。まあ、この時&桃之助&日和とかも優秀な、まあ、効果を持ってますし、まあ、今、この効果を持ってるキャラっていうのはね、このキャラしかいないと思いますので、やはりこれは優秀かなっていう、まあ、ところで、まあ、持っといて損はないキャラかなというとこと、まあ、確かこの2体も結構優秀だったはずなんですよね。ハンコクとかも、まあ、悪くないですし、まあ、2.5倍、まあ、固定でずっと 2.5 倍かけるんですよ。この体力が3000減少するまでは、まあ、これが結構やはり貴重なところと、まあ、ほぼ永久的に、攻撃上昇を 2.5 倍にできるっていうのと、まあ、メロメロ状態にできたりだとか、まあ、スロット影響、なんだっけ、スロット、1ミリのスロットによるポリキューダウンを、無効化できますので、お邪魔スロット変換とか、超お邪魔スロット変換にも対応できるっていう、まあ、結構優秀な効果かなと。で、あとは、カイドウ&王冠版は、まあ、自分はあんまり持って使ったことはないんですけど、まあ、ある程度悪くない効果かなと思いますので、まあ、この3体ラインナップされてるのもいいですし、まあ、今回の、最近新キャラになっているこのね、限定の、はい、ビビ&ベベあレベッカ&白星&マンシリっていう、まあ、これもね、結構優秀、な効果を持っていますので、で、まあ、貴重な、ね、効果も多数あるということで、まあ、火力も出しやすいですし、二次ソット変換とかもできますんで、超過とかでね。まあ、なんで個人的には悪くないキャラかなと。で、シャンクス&バギーとか、アルベルとか、まあ、これも優秀なキャラですし、まあ、マルコであったり、まあ、モリアとかね、おそばマスクとか、まあ、ここら辺は結構優秀な、まあ、キャラ揃っているということで、個人的に第2弾は結構優秀かなと。ありなんじゃないかなとは思ってますかね。はい。なんで、個人的にやっぱ第2弾は、天井まで引ける方おすすめかなっていう、まあ、イメージですかね。はい。で、その間に道中でね、いろんなキャラゲットできるっていうのもいいところですし、まあ、第2弾結構おすすめかなっていう、まあ、ところにはなってます。はい、ということで、続いてはこちら、第3弾なんですけど、まあ、こちらは個人的に一番おすすめしない、まあ、ところかなと。まあ、理由としては、やはり、勘十郎自体が自分的にはね、そんなにおすすめなキャラっていう、キャラではないので、まあ、そこがまず一つ、引く価値がないっていうところで、まあ、でも、キャラ的には悪くないんですよね。このドフラミンゴ&クロコダイルとか結構優秀な、まあ、効果も持ってますし、いや、悪くないんですよね、この効果も。悪くないですし、貴重な効果ですし、まあ、個人的にペロスペロも結構優秀なキャラだと思っていますし、
まあ超スコペス限定のキャラも、まあ、ロジャーとかも、まあ、超進化させれば使えますし、まあ、ヤマトも同じく使えるっていうところでね、結構ありかなっていう。でまあこのラインナップされてるね、ウルティ&ブラックマリアとか、まあ、ジャック、まあ、キッドとかね、まあ、キッドゲットしたならキラーとかも欲しいところですし、まあ、普通にカイドウ、技属性カイドウとかも使いやすいですし、まあ即属性カイドウとかも海賊性で使えますし、まあ悪くないんですよね、この、うん、悪くないんですけどね、勘十郎っていうところがちょっと微妙なところかなと。まあどうしても本当に勘十郎が欲しい方は第3弾全然引いてもありだと思うんですけど、あのそんなにね狙ってないよって方は個人的にやはり第1弾か第2弾がおすすめかなと思っていますので、まあ、第3弾はスルーしてもいいんじゃないかなと、思っていますという、まあ、自分的な感想なんですけど、まあ、悪くないんですけどね本当に、うん、キャラとしては悪くないんですけど、それこそここのね、厳選した超すごいやつの中では半分ぐらいは当たりキャラだと思っていますので、これね、うん、まあ、自分が持ってないキャラっていうのが多いっていうのもあるんですけど、でも個人的にやはりこの厳選した超すごいやつの枠はありかなと思いますので、まあここまでは引いてもいいんじゃないかなと。本当に石に余裕ある方は、うん、勘十郎ワンチャン出ればいいなと思っている方はね、この厳選者超すごいやつまでは引いてもいいんじゃないかなとは個人的には思ってます。はい、ということで今回は天井決戦超スコフェスということで、まあおすすめ弾というのを紹介させていただいたんですけど、まあまとめますと個人的にはやはり第1弾第2弾がおすすめっていうところで、天井まで引ける300連まで引けますよって方は第2弾がまあおすすめかなというところで、で余裕があれば第3弾の超、厳選した超すごいやつまでは引いてもいいのかなと、うん、まではいいかなとは思ってますと。で第1弾もまあ天井まで引けないけどワンチャンカイドウとかね、いろんなキャラ、当てに行きたいよって方は第1弾がまあおすすめかなというところで、うん、まあなのでまあ石たくさん持ってる方は第2弾で、あんまり持ってない方は第1弾って形ですね。で石に余裕があれば第3弾の、厳選者超すごいやつまでは引いてもいいんじゃないかなっていう、まとめですかね。でまあ今回の注意点としては、まあ第1弾のまあ300連目がね、まあそんないいラインナップじゃないということで、まあここはあんまり引きすぎ注意ということで、まあ第1弾は引きすぎ注意でまあ見ていただけたらいいかなと。もし300連まで引くよっていう気力があるのであれば第2弾を引いてカイドウを確実に当てに行った方がいいんじゃないかなと思っていますと。うん、まあ第1弾ね、絆決戦限定のキャラとかも多数、まあ超スゴフェス限定のキャラとかも多数来ているんですけど、やはりその分ね確率が低くなっているとは思いますので、まあそこだけは注意していただいて、まあ狙ってるキャラっていうのを狙いに行ってほしいなとは思ってます。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。